皆さんこんにちは、岩田明子です。5月後半、暑くなってきたこの時期に何を着たらいいのかというお話をさせていただきます。私は今日、一足先に一重というものを着ています。一重というのはこのように裏地がついていない着物になります。普通だとここに違う色の八掛けというものがついていたりしますけれども、今日はついていない着物を着ております。こんな風に裏がついていないのを一重と言って、通常ですと6月と9月に着るとされています。今着ているのは大島ですので、カジュアルな着物になります。でカジュアルなものに関しては暑い日だったりすると少し6月からのものを前倒しして5月から一重を着てもいいでしょうと言われていることが多くなっています。実際昔よりも温暖化が進んでいるためか、暑い日が多いかと思います。もしフォーマルなシーンでお召しになる場合はルールを重んじていただいた方が良いかと思いますし、また、お着物に詳しい方が集まる会などであれば、そちらの会の先生とか先輩とかに相談されて、季節や、格を合わせられるのが良いかと思います。で今日は帯は夏物ではなく、これは黒名古屋帯って言って自分で折って着るようなタイプのもので、一重の時期とかはちょうどいいよと言われていたりします。で帯揚げ帯締めも合わせの時期に使うものにしています。でもし6月とかに入って夏の帯をされた場合は、半襟も夏物、帯締め帯揚げも夏物の方が統一感があって良いかなと思います。ちなみにこんな感じの帯になっています。5月から夏までの間、何を着ようか迷われることも多いと思うんですね。でそんな時の装いをある先生がグラデーション、冬から夏へのグラデーションと考えるといいですねとおっしゃったのがとても印象的で上手な表現だなと思いました。移りゆくこう季節の中でお着物もだんだん涼しく見えるように、涼しくなるように変化させていただければと思います。これからも私なりの意見かもしれませんが、着物に関する情報やノウハウどんどんお伝えしたいと思っています。ぜひチャンネル登録、あと聞きたいことございましたらコメントにお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。